わきわきわきー森の都のカプセリストわっきー貝山がお送りしますガチャ動画。ユーザー名アットマーク XB4 ホニャララさん、ありがとうございます。氷伝説ビルガストでございます。1990年にバンダイから出されたオリジナルガシャポンシリーズというカードとかも入ったりとかね、あとフィギュア自体は着せ替えの要素があったりとか、独自な展開を見せる90年代結構そういうね、ガシャポンバンダイさん出されてましたけど、それの先駆的な作品みたいですね。あの昨日のコメントでね、特集するって言ってしまいまして、今回塩ビが発見できなかったっていうね。動画作るのかっていうね、前代未聞になると思いますけども、でも案外ねレアアイテムだらけの、こちらのアイテムをご覧ください。どうぞ。氷流伝説ビルガストガチャポンロールプレイングシリーズ、バンダイのオリジナルの作品ということで、画風はなんとなく当時流行ってましたドラクエ的な画風ですね。なんと全58種類、100円にですね、塩ビ人形1体とプラアイテム、剣とか衣服とか、でそれにシールがついてました。また別バージョンですね。これはですね、カードがついてましたね。全46種類。ヌロボとかボストフ、レミ、リュキア、ね、戦士、もう確実に、あれですよ、あれ。こういう時代もあったんですね。一緒についていたこちらのカードですね。こちらのカード、バックラーが、この台紙に載ってるこれですよね。木の盾っていうのはこの台紙に載ってるこれですよね。ということで、これは氷流伝説ビルガストのカードっていうのはわかります。まあ、後ろもね、見てもらうと、このようにね、1990年って書いてありますからね。年号も合致してるんですけどね。あと、バンダイって書いてます。これがミニブックと一緒に入っていたカードのようですね。はい、見ていきましょうね。バックラー。そして、こちら、ね。グレーターシールド、ね。独特の世界観ですよ。バトルシールド。ね、ターゲットシールド。これ戦うんでしょうね。タワーシールドに、これ仮面ですかね。エイジスシールド。ナイトアーマー2。光の冠。光の鎧。魔法の神飾り。風の星アーマー。鱗の盾。そして、鉄の兜。アーマーポイントがプラスの2500というね。はい、光竜の鎧翼付き。これ強いんでしょうね。後ろは真っ赤です。ローブ、ね。バスローブのローブですかね。アーマーポイント。これ1990から92年ってあるんで、これ再発したんですかね。そしてキャラクターですが、草野直子さん、ね。普通にこういう方も出てたんですかね。あとはサンドクラフというモンスターですね。独特の世界観のモンスターですね。エビルスライム。スライムなんか語るあたりは、なんか挑戦状を叩きつけてる感じですね。そしてコボルト、モンスター、ダークネス。あ、ダークネス。ダークネス。いろんなタイプのダークネスがいるんですね。ダークネス。なるほど。そして、バルディスク。かっこいいですね。手色違いのダークドラゴン。ダークブルーですよ。塩ビ人形とこのカードでバトルしたんでしょうかね。歴史だわ。ではまたやりたいと思いますので、今回はこれで勘弁ください。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、エモいレトロガチャガチャの情報、オリジナルのガチャガチャの情報もコメント欄にてお待ちしています。それではまた次回。